レフトへ打球です。レフト、結構伸びぞ。伸びて、完成を決まって、入った!1点差、2対1、佐藤龍世の第3号のホームランが出ました。レフトへ打球が伸びていきました。ここまで苦しんでいた岸から、ホームランで1点を取りました。2対1です。よく伸びましたね。いや伸びましたけど、佐藤君しか打ってないんですね。やっぱり他のバッターも頑張ってもらわないと困りますね、6月11日以来久々の、怪我以来のね、怪我の時以来のホームランになりました。ここもどうですか今。いや今のは岸君の失投ですね、真ん中ですもんね、ただそれを見逃さないで